はい、どうも、カイノリスです。本日なんですけども、ヒアリスは今日も出張中。出張中と。去年発売されたあるエアジョーダン4の方がですね、アメリカのスニーカーズの方でゲリラリストックという形で発売されまして、まあ、どれぐらいの、ね、数だったかであったりとか出てきているのでそれやりたいのと、あと今後発売予定のエアジョーダン1 IoT の新作でメタリックシリーズっていうものが実際出てきているのでそれやりたいのと、酒井と大輝のコラボでウーブンのデザインが使われているモデルに関して今月急遽発売の情報にできているんでそれをやりたいなと思っています。このチャンネルではスニーカーやファッションに関する陸情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録の遊びでない方はこの機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、我々 Twitter と Instagram やっていますので概要欄の方にリンクのがあります。気になる方はフォローをよろしくお願いいたします。早速ね、ちょっとこれ見てもらいたいんですけど、デイリースポーツの方から出てきてる製品ショットということで、来年の2月の14日に発売予定になってる、エアジョーダン1 IoG ウィーメンズのメタリックゴールドっていうものが出てきてまして、ちょっと見てもらいたいんですけど、まあこれね、以前からメタリックシリーズでゴールドが使われている、80年代のメタリックシリーズの新しいカラーが発売されるんじゃないかっていう情報があったんですけど、まあ実物が出てきてまして、ホワイトのカラーを基調にしてまして、一部ね、モック画像では、ガムソールが使われてるんじゃないかっていう話だったんですけど、やっぱりそんな感じなんですよね。はい。ゴールドのカラーが使われてるのは、スルッシュの部分であったりとか、シューターの部分のタンタグであったりとか、あとソックスライナーの部分が、まあゴールドカラーになってるんですよね。はい。まあメタリックゴールドという通称名前がついてるんですけど、はい。で、まあさっきも言ったんですけど、これアウトソールがガムソールになってて、ちょっと上から撮ってる写真見てもらいたいんですけど、ソックスライナーのあたり見てもらうと若干ね薄いかなっていう気がしたんですよね。はい、これ足入れる時にちょっと楽そうかなっていうふうに思ったっていう、そんなまあエアジョーダン1ハイヨージのウィーメンズのメタリックゴールドなんですけど、まあメタリックシリーズで言うと、エアジョーダン1ハイヨージ85シリーズでメタリックバーガンディの方が来年復刻ということでやらせてもらってたんですけど、これちょっと面白いなと思ったのが、2月のね14日発売予定なんですよね、こちらの方が。はい、で2月の15日っていうのはエアジョーダン1ローの OG のトロフィールームとのコラボで2足発売されるっていうね話があるんですよね。はい、でその次の日にあたる2月の16日っていうのは、まあ、この間も紹介させてもらったエアジョーダン1ハイ85のメタリックバーガンディが復刻するっていうね、まあ、話をやらせてもらってて、まあ、その2月の16日に発売するんじゃないかっていう話なんですよね。でその次の日の2月の17日っていうのはエアジョーダン4のブレッドのリーマジンドが発売するんじゃないかっていう情報があるんで、4日連続でね、ジョーダンブランドからまあちょっと人気の高そうじゃないですけど、まあ気になるね、エアジョーダン1ハイオージーであったりとか、エアジョーダン1ローもしくはエアジョーダン4がね、発売されるということで、今情報が出てきてるんですけど、ほんま2月ちょっとやばいっすよね。はい。まあ今のところ気になるのは、まあ、トロフィールームとエアジョーダン1ローのオージーも気になるんですけど、この間紹介したまあメタリックバーガンディの85シリーズであったりとか、やっぱりね、エアジョーダン4のね、ブレッドのリーマジンの方が、まあ今は気になるかなっていう感じですかね。はい。で、続いてまた、ウィーメンズのモデルで、11月と29日発売予定で、海外のスニーカー系サイトに紹介されてた、このエアジョーダン6のコアテックス、ブラウンケルプウィーメンズになるんですけど、ナイキの方からこう写真が出てきてまして、まあ、この時期になるとね、まあ、去年もそうだったんですけど、まあ、エアジョーダン5のコアテックスが使われているモデルであったりとか、まあ、発売されてきてるんですけど、今回、ブラウンケルプって言われる、エアジョーダン6のトラビス・スコットの顔をちょっと彷彿させるようなカラーといいますか、ウィメンズのモデルで、コアテックスが使われているので、かかと付近の下にちょっとって書いてるタグがついてて、これブラウンのカラーに対して、ジャムマローであったりとか、パープルのカラーが使われてるんですよね。はい。で、この写真見てもらうと、まあ、公式写真でね、水を弾いてるような、ジョーダン6のこのね、ブラウンケルプって言われるゴアテックスの素材が使われてるモデルの、まあ、発売の方が、紹介されたんですけど、以前にもね、持ってらっしゃる方の投稿でご紹介させてもらってた、マイアミのスニーカーブティックの、ポールフライとエアジョーダン8のコラボをやらせてもらってたんですけど、12月の8日発売予定で、これナイキの方からこう写真が出てきまして、発売されるみたいなんですよね。はい。セールのカラーが使われてて、まあ一部差し色で、ゴールドのようなカラーが使われてるんですけど、ちょっとね、これ公式写真見て思ったのが、サイドの部分見てもらうと、ニット調のデザインになってるんですけど、内側の、サイドの部分見てもらうと、ニット調にはなってなくて、キャンバス素材が使われてるような、ホワイトのカラーのデザインになってるんですよね。
はい、ところどころゴールのカラーが使われてて、で集団のね、まあ、ダンダグのこのジャンプアローの部分が、まあ、シェニール素材といいますか、まあ、タオル生地のものね、素材が使われてて、ボックスはこういった部分、まあ、特別なねボックス仕様になってるんですけど、これね海外のスニーカー系サイトに紹介してあったんですけど、インスパイア元がこれハマキっていう見方なんですよね。ハマキがインスパイア元らしくて、でそれを落とし込んでるような、このボックスとはそんな感じなんですかね。ハマキが入ってるような箱といいますか。セールのカラーで構成されてて、目を引くようなゴールドのカラーが使われてる、このエアジョーダン8とソウルフライトのコラボなんですけど、まあ、エアジョーダン8っていうのは今年がね、30周年に当たるので、12月の8日にこれが発売されるということで紹介されていました。続いて、サカイとナイキのね、コラボの新作の話させてもらいたいんですけど、ただ、フットスケープとサカイのコラボじゃないんですよね。あれ今月来るんじゃないかっていうふうに僕が割と前見ているね韓国のリークアカウントサイトの方が言ってたんですけど、その情報の前に結構古い動画でやらせてもらってたんですけど、ジャンポール・ゴルチェとサカイとナイキのトリプルコラボでもう一回何か発売するっていう情報をやらせてもらってて、それウーブンのデザインのものをやってたんですよね。はい。で、カラフルなタイプに関しては寄せてると思うんですけど、これレブロン・ジェームスが以前履いてて、で、それ以外に、ホワイトのね、まあ、グレーのカラーが一部使われているモデルと2足ね、発売されるんじゃないかっていうことをやらせてもらってたんですよね。で、ホリデーシーズンに発売されるっていうことを言ってたんですけど、まさかのね、これね、来週発売されるみたいなんですよね。11月の22日に、ジャンポール・ゴルチェのね、サイトのみだけで発売されるらしくて、スニーカーズの発売とかに関しては今のところないっていう風なね、一応情報が出てきてるんですよ。サカイのインスタグラムのストーリーズの方でも、ゴルチェでの発売のみっていう風に書いてて、で、まず出てきているのは、ゴルチェの方から出てきているオフィシャルの写真っていうのが、この2枚になって、まあ一つは、マルチカラーって言われる、まあグリーンであったりとか、イエローであったりとか、ブルーであったりとか、オレンジのカラーが使われている、このナイキ、ベイパーワッフルウーブンと、まあサカイ×ゴルチェのこの1足と、で、もう一つ、ホワイトのモデルが出てきてるんですよね。で、二つとも11月の22日発売予定で、今のところチェーでの発売のみっていう風に出てきてるんですけど、これ値段の方が250ドルするんで、今の為替で言うと結構な金額になるなっていう風に思ったのと、あと関税であったりとか送料もかかるんで、ちょっとこれホワイトのモデルいいなと思ったんですけど、どうしようかなっていう感じなんですよね。はい。まあ、ちなみにこういった風に、いいビジュアルのような写真も出てきてるんですけど、まあ、僕的にはこのね、まあ、シュガーロードダブルデザインになってて、ゴルチェの名前であったりとか、サカイの名前であったりとか、ナイキの名前が入ってるんですけど、まあ、ホワイトのカラーでちょっとだけこのグレーのカラーが使われてるウーブンの方が気になるなっていう感じなんですけど、まあ、使いやすそうかなっていうふうに思うんですけどね。はい。使われてる素材が、レザーであったりとか、メッシュであったりとか、一応合成繊維が編み込まれてるっていう風に、まあ、海外のスニーカー系サイトには書いてたんですけど、あ、まあ、こちらの方はね、11月の22日発売予定ということで、今のところゴルチェのみで発売されるっていう情報だけなんですけど、出てきてましたね。はい。で、続いて、リストックの話ちょっとさせてもらいたいんですけど、去年のね、12月に発売された、ノクタとエアフォースアローのコラボのサーティファイドラバーボーイなんですけど、まあ、たびたびね、リストックの方が、まあ、海外のスニーカーズやったりとか、まあ、日本のスニーカーズの方でも、まあ、ありがたいことに来てたりとかしてたんですよね。はい。で、こちらの方がもう一回リストックされるということで、来週11月の24日に、今のところアメリカのスニーカーズの方で発売されるっていう情報なんですけど、出てきてまして。僕もヒアレスもこのね、トリプルホワイトのカラーのサーティファイドラバーボーイに関しては持ってないんですけど、まあ、海外の方でもう一回ね、リストックが来るということで出てきてたんですけど、これ発売されたのが、去年の12月の確か8日だったと思うんで、もう1年近いんですよね。はい。それでも、アメリカの方ではこういった風に、たびたびリストックの話が出てきてて、今月もう一回リストックされるっていう情報が出てるんですけど、これもしかしたら日本のね、スニーカーズの方であったりとか、今後まだ来るんじゃないかなと思ったりしてるんですけど、はい。まあ、年末に限ってね、日本のスニーカーズの方ね、このナイキの方と盛り上げてほしいなと思ったりするんですけど、はい。まあ、次これ来たら持ってないんで、まあ、一応、オンラインチャレンジはしようかな。まあ、リストックがね、来たらね、ちょっとチャレンジしたいなと思ってる、そんなリストックなんですけど、で、リストックの話のちょっと流れで、これちょっと見てもらいたいんですけど、おとといアメリカのナイキの方で、このエアジョーダン4のブラックキャンバスの方が、リストックされたみたいなんですよね。はい。で、これに関しては、去年のね、8月に発売されているんで、
発売された時から考えると大体1年と3ヶ月は経ってるんですよ。もう結構前の話になるんですけど、このエアジョーダン4のブラックキャンバスの方がアメリカの方でリストックされて、まあ、こういった風に、海外リーカーバンドサイトの方で紹介されたんですけど、でその際に、リストックされたストック数っていうのは出てきてるんですけど、結構ね多いかなって思ってたら、まあ、時間は経ってるのはあるものかもしれないんですけど、まさかのね3500足だけリストックで発売されたっていう情報がね出てきてるんですよね。はい、でちなみにね去年スニーカーズの方で発売されて、実は一応ねオンラインチャレンジして買えたんですけど、これ今ね20通の方で大体どれぐらいになってるのかなと思ってさっきちょっと見てると、大体5万円ぐらいタッチしてるんですね、これね。はい、見てちょっとびっくりしたんですけど、数を入れると、まあ、5万超えかと思いつつ、まあ、こちらの方がね3500足だけなんですけど、アメリカの方でリストックされたんですけど、まあ、日本の方でもねまだこれねエアジョーダン4のブラックキャンバスに関しては、まあ、ヒアリさん持ってないと思うんですけど、技術の方でも人気が高くなってるみたいなんで、まだ日本のスニーカーズの方でもリストックされてほしいなっていうふうにちょっと思ったっていう話なんですけど、はい、海外ね最近ね、まあ、先ほどのねサーティファイドラバーボーイのエアフォースワンに関してもそうなんですけど、このエアジョーダン4のブラックキャンバスにしても、まあ感謝祭が近いんで、なんかアメリカのナイキであったりとかアメリカのスニーカーズの方でなんかリストックの話が最近結構出てきてるんですよね。はい、ゲリラでリストックされたぞっていう風な、まあ、リークアカウントサイトからの情報を見たりとかして、なんか今月アメリカのね、まあ、ナイキの方でまあ過去のモデルが割とリストックされてるよなっていう風な、まあ、感じなんですよね。はい、まあ、日本の方で今年もあとわずかなんですけど、まあ、リストックの方やってほしいなっていう、まあ、そんな感じですかね。こういった風に海外の方で、このモデルが、まあ、これぐらいの数でリストックされたっていう情報であったりとか、また痩せてもらいたいなと思ってますので、気になる方はですね、チャンネル登録もよろしくお願いします。高評価お願いします。本日は以上となります。カイノニュースでした。さようなら、ありがとうございました。But it's evident you're on your phone 24/7. No reply when I text at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly right now I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had. That Parker's can't listen but finish what